この度は誰一人取り残さない教育 ICT を活用したオンライン学習支援の説明動画にアクセスしていただき、誠にありがとうございます。この取り組みは、学校への登校が難しく、学習機会が十分得られない児童・生徒が、周囲とつながりながら、自分のペースで学びを進めていく学習機会を保障するものです。本年度から、本庄小学校、吉野中学校において、モデル事業としてスタートしております。今は9月からの体験学習実施に向けて準備をしているところです。これまで学校や教室で学びにくい児童生徒に対して別室での学習あるいはオンラインでの学習など対応をしてきました。またフレンドリーなどの適応指導教室による学習支援も行っています。しかし、現在通っている学校での学習や適応指導教室への通所が難しい児童生徒もいらっしゃるのではないでしょうか。今回の教育 ICT を活用したオンライン学習支援は、現在住んでいる校区以外の学校とつながる新しい学びを提供するものです。これにより、たくさんの学びやつながりが期待されます。1、オンライン学習支援校の先生と学ぶ。2、オンラインでの交流活動や授業で学習支援校の児童・生徒と学ぶ。3、オンラインで学習支援校のスクールカウンセラーやボランティアの大学生、Your Friendとつながる。4、オンラインで専門家の方などゲストの先生と学ぶ。5、適応指導教室や学習支援校での実際の活動を通して学ぶこともできます。オンライン学習支援での活動の例を紹介します。最も大切にしたいのは、一人一人のペースに合わせて学ぶことができるようにすることです。まず、オンラインで健康観察をして、1日の予定を確認します。ロイロノートなどを活用して、オンライン学習支援校の担当の先生とやり取りをしていきます。1日の予定は、無理のないよう先生と相談しながら決めてもらいます。自主学習では、ウェブ教材や動画を利用して学習していきます。ドリルパークなどの学習アプリを活用したことがある人もいると思いますが、今後も学習アプリの追加を進めていく予定です。自主学習をしていて疑問に思ったことなどは、メッセージ機能を使って学習支援校の先生に質問することもできます。オンライン授業は、Zoom やロイロノートを活用して、双方向のやり取りをしながら学習を進めていきます。学習支援校の児童・生徒とオンラインで一緒に学ぶこともできます。また、普段の授業とは違ったワクワク学習も行えます。これはいろいろな講師の先生にユニークな授業をオンラインで行ってもらうものです。例えば、博物館から出前授業を行ってもらったり、ものづくり教室、プログラミング学習や英会話で外国の文化を紹介してもらったりと、さまざまな楽しい内容の授業を計画しています。学習支援校にはスクールカウンセラーが配置されていますので、カウンセラーの先生との相談や、Your Friendというボランティアの大学生とコミュニケーションを取ることもできます。オンラインでの活動だけでなく、学習支援校に登校しての体験学習や、適応指導教室に通所しての学習や活動に参加することもできます。最後に、オンラインで1日の振り返りを行って、1日の学習活動を終わります。こちらも、ロイロノートなどを利用して、学習支援校の担当の先生とやり取りをしていきます。先ほどもお伝えしましたが、1日の活動は無理のないペースで進めていきます。
興味のある学習や活動からでいいですので、ぜひ参加していただきたいと考えています。オンライン学習体験開始までの手続きについて説明します。オンライン学習体験を希望する方は、チラシの申し込みフォーム、QR コードを読み取っていただき、必要事項を記入してください。教育委員会でオンライン学習体験の日程を調整します。日程が決まりましたら、各ご家庭に電子メールでお知らせいたします。その際に、体験前アンケートも送付いたしますので、ご協力お願いします。申し込みについて不明な点などございましたら、教育委員会総合支援課までご連絡ください。9月からオンライン学習体験を実施する予定です。対象者は、現在学校への登校が難しく、教室や別室、オンライン学習、またはフレンドリーなどの適応指導教室での学習など、現在ある支援以外の学習支援を希望する児童生徒です。私たち熊本市教育委員会は、教育 ICT を活用したオンライン学習支援により、誰一人取り残さない教育を実践すること、周囲とつながりながら自分のペースで学びを進めていく機会を保障することを目指します。興味を持たれた方は、オンライン学習体験への申し込みをお願いいたします。参加をお待ちしています。